聞いてるといろいろとボロが出てくるんですよね。要は黒川が一人で喋ってるのにこの証拠は大津さんも持ってますって言ってるんですよ。僕や大津さんに何か危険があった時にはこの証拠は表に出るようになってますみたいな、なんか漫画みたいですよ。もうお前らもうその朝日新聞の記者の質問に対して大津さんはこう答えてます。どんな不正があるんですかって聞いたら、不正についてはこちらからって黒川に振ってるわけですよ。で黒川が何の不正かっていうと、2019年に名古屋のキャバクラに行って演劇さんを口説いてると、これが私的な流用なお金を使ってると。ただね、ちょっと最後に朝電話かかってきたんですよ。明日投票日を迎える選挙の前日にね、候補者が黒川に変態間取り新地って言われてるから、それは川端新地の選挙の妨害の意思表示があったということは明らかでしょうみたいな証拠を今追加で先週の金曜日持っていたと。でこれが、その DVD と含めて反訳書を含めて持っていって、今東京地検の方で、受理していいかどうかの最終判断をしているという形になります。まあ、このように刑事事件で相手を処罰するには相当の、警察とのキャッチボールが必要になってきます。だから今待ってるのは地検の OK が出たので原本持ってきてくださいっていうのが荏原署から来ると思いますから、それが来た段階で原本持っていって初めてこれで、告訴が受理ということになります。で告訴が受理されると必ず検察の方に送検されますので、被害届と刑事告訴の違いはそこにあるんですが、起訴されたか不起訴になったかっていう通知が必ず僕とこに来るようにはなりますので、起訴されたら起訴されて終わりで、その後は来ないです。不起訴は不起訴で来ます。でも不起訴になった場合は検察審査会に申し立てができるっていう順番になります。で、もちろん黒川はですね、稲川会とか山口組とか正式な組の名前まではっきりと言っていますので、もうこれも思いっきり事実の敵事なんで、2000万円借りて3000万円返す契約をしているとかって言ってるので、もちろんこれが来週の27日の民事でどういう反論してくるのかってことになるんですが、これは当然もう名誉存在になると思います。もちろん僕そんなの借りてないから、もちろん借りてる利子は向こうがしなきゃいけないんですよね。人の名誉毀損したら、その名誉毀損したことに対するいわゆる違法性阻却事由っていうんですけど、僕が7000万暴力団から金借りてるは明らかな名誉毀損じゃないですか。でもそれを真実あるいは真実と思えるだけの証拠を集めて発信しないと、名誉毀損罪っていうのは免除されないわけですね。違法性阻却事由っていうやつ、それを出すのは当然こっちは分からないわけだから、立証責任は黒川君側にあるということになります。これを民事裁判の場合は向こうは民事裁判の被告として出せばいいんですが、刑事の場合は僕はそれを出してくれっていう強制力がないので、警察がそれを受理して、で黒川君を呼んで、なぜこんなこと言ったの、証拠あるのっていう順番になるわけです。で僕の方が先に進んだわけですね。参政党は統一教会の危険な組織ですとか、個人情報を株式会社で悪用してるとか何度も言ってますけど、これちゃんと根拠があって調べてるから、もう東京地検特捜部も立花さんはちゃんと調べて、それは真実あるいは真実相当性があるから不起訴処分になってるわけですよ。嫌疑起訴用処分じゃないんでね、嫌疑不十分っていうのは完全な無罪ですから、ここはね罪があるけど今回は起訴しないで置いておこうじゃないんで、でそういう状況で今度はあなたたちの番ですよっていうことを僕は言ってるわけですよ。僕はもうちゃんと証明しましたと。でそんなことをしてきてるって知らなかったから今ここは僕はやり返してるだけの話で、だから、クロッカーと一緒に大津彩香もこれやってるわけですよね。聞いてるといろいろとボロが出てくるんですよね。要はクロッカーが一人で喋ってるのにこの証拠は大津さんも持ってますって言ってるんですよ。僕や大津さんに何か危険があった時にはこの証拠は表に出るようになってますみたいな、なんか漫画みたいですよね。我々にもしものことがあれば証拠は表に飛び出すんだみたいな、もうお前らもうそういうことをですね、黒川が大津さんも知ってるという証拠をつけると、これ大津さんも警察呼ばれるわけですよ。それはもうシンプルに、少なくとも8月の半ばぐらいは一緒に幹事長でやって、2人で今度記者会見に出て2人で喋ってるわけですよね。その朝日新聞の記者の質問に対して大津さんはこう答えてます。どんな不正があるんですかって聞いたら、不正についてはこちらからって黒川に振ってるわけですよ。で黒川が何の不正かっていうと、
2019年に、名古屋のキャバクラに行って演劇さんを口説いてると、これが私的な流用だ、お金を使ってると。でそれは会社法の特別背任罪にはならないけども刑法上の横領や背任になるってはっきり言い切ってるんですね。ということは大津が黒川にそれを言わせてるわけですから、同じ場所で大津一緒に、これまさに共犯ってことになるわけです。で僕だから本当に今いろいろと彼らのそんなの僕も聞きたくなかったんで、これまで見てなかったんですよ。サーファー高志が何言ってるかとか、大津が何言ってるかとかね、黒川が何言ってるか、だってそうメンタルおかしくなってくるじゃないですか、普通そんなこと聞いてたら。でそれまでやってこなかっただけで、ただこいつらは相互に絡み合いながら、昨日もう杉田しか来てないんですけど、杉田と黒川は一緒でしょ、一緒のところに住んで翼の塔って名乗ってるわけですよ。で、なんか凱旋も禁止あちこちで出されてるわけですよね。そんな中で行けるところに行ってるって感じなんですよ。現場にね、わざわざ六本木の麻布警察の前まで来てるわけですよ、僕の前にね。でこういうのをだから絡め合って、今僕が狙ってるのは組織犯罪ですね。僕がまさにやられたやつです。僕は黒川君に、横浜の黒川の凱旋には行ってないんですよ。でも組織のトップとしてお前が命じたんじゃないかっていう疑いをかけられて捜査されたんですよね。桜木町に黒川を派遣したんじゃないかみたいな。でそれを今回だから大津にもそういう状況になってくる。だって大川博士が自分の秘書だって認めてるし、黒川を幹事長だと認めて3人で記者会見をやってるっていうのを一緒に合体させればですね、で、黒川と今度杉田がやってるのを合体させれば間接的に大津と杉田がつながってると。だから昨日のああいう凱旋っていうのも、もちろんだから今申し上げたとおり警察にも言っていますし、月曜日のその告訴状を提出するんですけども、明日明後日頑張って杉田も入れてしまいます。今、被告訴人1が大津彩香で、被告訴人2が黒川敦彦だったんですけど、被告訴人3という形で、杉田優斗隼人かな、お前の名前がどうしても言えば優斗でも隼人でもっていう形で月曜日に刑事告訴を出してきますので、まあやっぱり僕があまりこうおとなしくしてると、皆さん YouTube の再生回数も確かに登録者数も落ちてるんですよね。で過激にこらーとか言うつもりはないんですけど、ただ裁判をしてこういう人たちをやっつけていくのが今の僕の仕事かなとは思っていますので。ただね、ちょっと最後に朝電話かかっていたんですよ、変なおっちゃんから。で NHK がなんか松本人志を使ってなんか大人のおもちゃを使った番組をやってたらしいんだけど、そんな誰も聞いてない。なんかね、大人のおもちゃを使ってなんかそういう結構 NHK にしたら珍しく大人のおもちゃの使い方みたいな番組をやって、性教育とかでやったらしいんだけど、いや知らんがなと俺にそんなの言われてる。あんたが気に入らないのは分かるけど、いやそれを見てくれっていうのね俺に。いやもう申し訳ないけど、俺 NHK の番組を見る気もないし、そんなの10人見たら9人は嫌かもしれないけど、それ楽しいっていう人もおるし、現にあなたがそこ食いついてることからしてもええやんって言ったら、だからなんかもうなんで見てこれないんですかとか、だから暇ちゃうねんって言ったら、なんか向こうがアホか来るなとか言ってきたから、こっちもお前来るなしばくぞとかって言って電話切ったんですけど、まあちょっとまだアンガーコントロールできてへんなと。だからいきなり10分ぐらい電話聞いてるのに、最後にお前来るなとかって言い出したから、来るなって言い返してしまった自分がちょっとね、若干まだ若いなと思いながら。らしいじゃないですか。いやアホな話っていうか、そう思い込みがすごいんで、だからそんなに NHK 嫌だったら見なきゃいいじゃん、お金払わないようにする方法をちゃんと提示してるんだからって言おうと思ったら、とにかく見ろなのよね。お前見もせずに何言ってんねやっていうかね、お前から要約して話を聞いたら、それは犯罪でもなければ、あんたが気に入らない、いわゆる僕が日頃言ってる腐ってるご飯か美味しくないご飯なんですよ。これすごい重要ですからね。腐っているご飯は料金を払わなくてもいい、なんだったら損害賠償金もらえます。でも美味しくないご飯は料金払わなきゃいけないんですよ。ここすごく大事なんで。でもまずいご飯も腐ってるご飯も全部一緒くたにしてしまうわけですよ、頭の悪い人は。だからそこのところを説明すると、大体そういう人怒り出すっていうことなんですけど、ただ世の中頭悪い人の方が多いからね、僕みたいな法律の人は大体嫌われてっていうのがあるんですが、ちょっと話長くなりましたが以上です。ハチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が橘、口の利き方を気をつけな、
俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党。不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル。ないじゃないの、お客にさ、多分ないじゃん、女性の方めっちゃ一発自信よ、お客のはもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー。